何度見てもダッサい名前。花子なんて画数少なくて書きやすそう。低能なあなたにぴったりね。ありがとうございます。褒めてないんだけど、ダサいって言ってんの。ルリさんの名前も豪華絢爛で素晴らしいですね。名前に中身が追いついてない感じが微笑ましいです。は？なんてこと言うの。親がつけてくれた大事な名前なんです。人にバカにされたらそれなりに言い返しますけど。今度から花たれって呼んであげる。花子よりしっくりくるわ。じゃあ私は便器って呼びますね。なんて名前つけんのよ、ひどすぎる。あだ名自由システムなのかと思って。私が呼ぶのはいいけど、あんたはダメ。そんなのずるいですよ。私だって言われたら言い返す権利くらいあってもいいでしょ。ない。なんでそんなに私のことだけ敵対するんですか。何度言っても旦那の給与明細を見せないからでしょ。だからなんでそんなものを子供が同じ幼稚園に通ってるだけの関係の人に見せなきゃならないんですか。うちの旦那は医者、そっちは弁護士。ここはきっちり勝敗つけておきたいとは思わない。全く思いませんね。あなたが生意気なのは、ここの性分がきっちりとついてないからだと思うの。私生意気ですか。敬語も使ってますよね。そんなの当然じゃない。医者の嫁でカーストの頂点にいる私にタメ口なんて神が許さないわ。ふーん、神様ってどうでもいいことに口出ししてくるんですね。いちいちうるさい。もうルリさんの勝ちでいいって何度も言ってます。うちは底辺の負け組で結構。そうはいかないわ。弁護士であるという情報を知ってしまった以上、いくら稼いでいるのかは知っておかないと。じゃあルリさんのとこの収入を教えてくださいよ。それはダメよ。同時に情報を交換しないと不公平だわ。それには給与明細の交換が一番なの。すげえ理屈。銀行の通帳でもいいわよ。だから見せませんって。夫に許可取るのもアホらしいですし。私の提案をアホらしいとは何事よ。だっておかしいでしょ。配偶者の給料でなぜ私たちの関係性が変わるんですか。他の人たちは私に逆らう人いないわよ。あんただけ私に媚びへつらわないのは、お金持ってるとか見た目とか名前とかで人を判断したくないだけです。あなたに媚びへつらう理由もありませんし。何度言っても見せないなら、こっちだって最終手段に出るわ。はあ、怖い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 。何をするつもりですか。震えて眠れ。私は花子、34歳の主婦です。同じ幼稚園に子供を通わせているルリさんは、私の夫の職業を知った時から突然私を敵認定し、絡みまくってきてかなりうざいです。給与明細見せろだなんて人生で初めて言われました。いませんよね、こんな変な人。できるだけ関わらないようにしたいのですが、同じ幼稚園、同じクラスということで無視するわけにもいかず困り果てていました。適当にあしらっていればそのうち飽きるだろうと思っていたのですが、その考えは甘かったようです。ルリさんはこの後とんでもないことをして私を驚かせるのでした。数日後。おい、花たれションベン小僧。なんだよ、小便器。だからそれやめなさいって言ったでしょ。なんなんですか、さっぱらから。あんたに自分の立ち位置を教えるためにとっておきの秘策を思いついたの。嫌な予感しかしませんね。ママ友全員の旦那さんの給与明細をゲットしてきたわ。は？今これを高い順に並び替えてランク分けしてるの。あまりにも低い人とは縁を切ろうと思ってんのよ。正気ですか？てか他のママさんたちよく出しましたね、明細。そりゃ私の言うことを聞かない人はここらにはいないわ。残すところはあんただけよ。だから出しませんって。そう言えないようにと思ってプレゼントを持ってきたの。絶望の予感ですね。玄関見てみて。はあ、ちょっと待っててくださいよ。こんなのありえないんですけど。すごい匂いが充満してます。腐った魚のプレゼントよ。煮ても焼いても食えませんよね。おめでとう、私を怒らせた初めての人よ。冷凍庫に岐阜が大量に釣ってきた魚が冷凍してあったから、解凍してしばらく放っといたの。そっちの家も相当臭いんじゃ。次は何を腐らせてプレゼントしようかしら。いや困ります、やめてください。だったらさっさと給与明細出せ。なぜそこまで固執するのか本当に謎なんですけど。もしうちが一番だったら今後一切私に逆らうんじゃないわよ。もしうちが一番だったら、ふん、
弁護士不全に負けるわけがないけど、もし負けたら腹に顔を描いて商店街をスキップしてやるわよ。本当ですか？見たいです。それさっさと送りなさいよ。旦那に許可取ってから送りますね。これで私の天下だわ。翌日。おい花太郎、なんだよ大便器、やめろ、台をつけるな。写真見ました？なんなのこれ、捏造したわね。明細が一つじゃないので集めるの大変だったんですけど。ざっと足しただけで年間5億。あ、そんなに行きます？ただの弁護士でしょ、どうなってんのよ。弁護士事務所を経営してて、あといくつか岐阜から継いだ会社なんかもやってるんです。そんなに？瑠璃さんの旦那さんってどちらで病院経営なさってるんですか？そういえばお伺いしたことなかったなとって。うちは開業してないの、勤務医だから。そうなんですね。でも立派なお仕事ですよね。まあね。で？でって？見せましたけど。た、確かにあんたの勝ちだけど、いくつも会社があるなんて聞いてない。ズルよズル。ルールなんて決めてなかったですよね。弁護士事務所じゃなくて弁護士個人としての収入を示しなさいよ。そんな明細ないですもん。じゃあこの勝負はなしよ。へえ、それずるくないですか？ずるはそっちでしょ。腹に顔を描いて商店街をスキップする約束でしたよね。そんなことができるわけないでしょ。なんだ根性なし。うるさい、あれは売り言葉に買い言葉。まあいいですよ。そんなことよりあなたって本当にどうしようもないクズですね。は？なんてこと言うの？給与明細みんなから集めたことが気になって何人か話聞いたんですよ。何勝手なことしてんのよ。誰かの悪口言ったことをバラすとか、旦那さんや姑の愚痴を本人にバラすとか脅しまくっていたらしいですね。それは交換条件よ、取引には不可欠でしょ。それの何が取引ですか？あなたがやったことは完全なる脅しですよ。うるさい、あんたには関係ないでしょ。いやあるんですよそれが。なんでよ。みんな私に泣きついてきて、瑠璃さんとは縁を切りたいって相談されて困ってるんです。そんなバカな。ランチ会は旦那の年収の自慢ばかり、何を買ったとか食費はいくらだとかお金の話ばっか。そんなランチの何が楽しいんですか？私だってみんなの話聞いてるわ。人んちの食費まで聞き出して優越感に浸ることが会話ですか？お金の話だけじゃない、子供たちの話もしてるわ。習い事はいくつさせてて、それがいくらかかってっていう自慢のことですか？それの何が悪いのよ。誰も聞きたくないんですよそんな話は。嘘。あなたの自慢のブランドバッグだってぶっちゃけどうでもいいし、インテリアにいくらかけたかもどうでもいいんです。そんなことないはず。今度みんなでランチに行くことになりました。いつ？どこ？え、瑠璃さんは誘えません。なんでよ。ランチ会の時よくお会計から逃げるらしいですね。あれはたまたまというか。なんでお金持ってるはずなのにそんなことするんですか？散財しすぎて生活費はギリギリなの。来月の給料で返すつもりだから。でも忘れたふりして返してませんよね。建て替えてる人たちも生活があるんですよ。高いところばかり指定して飲み食いして自分だけ払わないなんて、挙句の果てに人を脅す、人として最低すぎます。わかってる。でも買い物欲は抑えられないし、人に囲まれてると気分がいいの、これだけはやめられないの。それだけじゃないんでしょ、お金使う理由。え？ママ友の一人が男と歩いてるのを見たそうですよ。 あれは違う、兄よ。お兄さんとホテル行くんですか？それはああいうホテルのランチ安くて美味しいから。その言い訳はさすがにちょっと無理がありますね。もう分かった、認める、浮気はしてた、だから誰にも言わないで。私は言いませんけど、他のママ友さんはどうかな。あんだけのことをされて根に持ってる人は何人かいそうだし。私からみんなに謝るわ。だから私からママ友を奪わないで。私が奪うんじゃなくて、みんながみんなの意思で離れてったんです。こんなのやだ。あなたが頂点だと思ってたその世界は幻だったんですよ。嘘よ。誰もあなたのことを尊敬してないし、好きでもなかった。ただ疎ましく思われてただけ。気づかなかった。
心入れ替えた方がいいですよ。あと腐った魚の件ですが。ああ、あれ不法投棄になるんで警察に通報しちゃいました。はあ、あんたまだ私追い込むの？いや、魚嫌いの夫がえずいちゃって大変だったんですよ。ご近所さんからはクレーム来るし、ゴミの日はまだだし。だからって警察はやりすぎでしょ。同じことをやり返したかったけど、不法投棄はいけないことなのでやめておきました。よかったですね、私が大人で。もう私をこれ以上追い詰めないでよ。最初に人を追い詰めたのはあなたです。そこを自覚しない限り、あなたには永遠に友達はできません。悲しい。まあさすがに懲役はないと思いますが、罰金刑くらいにはなると思うので、しっかり払ってくださいね。いやよ、もうお金ないの。お願いだから私を助けて。後日談。後日警察から呼び出しがあり、しっかりと絞られたそうです。うちに来た警官もあまりの匂いに顔をしかめていましたから、あんなことしちゃダメですよね。医者の旦那さんからはこっぴどく叱られ、離婚問題に発展しているとか。ルリさんから解放されたママさんたちは仲良く集まってランチを楽しんでいるそう。私は人と群れるのがあまり好きではないので、たまーにお邪魔させてもらって他愛のない会話をして楽しんでいます。同い年に子供を産んだだけの関係が、どうしてどっちが上か下かの問題になってしまうのでしょうね。本当に不思議です。